マージャンスタジオ今回は私の独断と偏見の捨て牌読みシリーズとしてまず基本のパターンを説明してみたいと思います。面前で話します私の読みとしてはまず大まかなんですがピンフ系なのか変速手なのかそれ以外よくわかんない。 この3つで大体こう捨て灰を見ていきます変則手というのはちゃんたけ、染め手国士この3つですねよくわかんないというのはまあチートイであったりまあそれ以外の形すべてですね大体この3つに私は頭の中で相手の捨て灰毎回の捨て灰ごと 毎回の捨て肺を見て、だんだん絞っていくという感じです。今回は基本を説明します。まずピンフ系の捨て肺ってどんなのと、まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、ピンフ系の捨て肺は、一球磁肺、端っこから切れていって、だんだん真ん中の肺が出てくる捨て肺のことです。 一球自敗を処理してだんだん真ん中にこう手を寄せてくる両面に寄せてくるのでまああのー、基本なのでこの通りとはなりませんけどまず自敗1九自敗から切れていってだんだんペンちゃんカンちゃんを落としていって真ん中の敗が出てくるこれが、まあ、ピンフ系の捨て敗です。次変則って まずチャンタ系、チャンタは123789で手を作っていくんで満ソーズの456が出てくる傾向があります。満ソーズのと真ん中が出てくるプラス自敗も出てくる。で後に行けば行くほど1九が出てくる。こんな捨て配がチャンタ系の捨て配です。 満ー図色に関係なくど真ん中が出てくる自敗も混ざったりしながら後半に行けば行くほど1級が出てくるこんな捨て配がちゃんた系の捨て配です本一系はまあ一つの色に染めるんで2つの色が出てくると、えー、この場合だと 図と相図の真ん中または端っこもまんべんなく出てくる後半に行くとようやく残りの一つの色が出てくるこれが本一形です狙っている色のほかつの色が1級も含め真ん中も含め出てくる後半に行くと 残りの一色が出てくる特に残りの一色が出てきたときに1とか9とか端っこから出てくるパターンが多く見られますいきなりウーピンじゃなくて1とか2とか8とか9とかから出てくる傾向があります、まあ、国詞は分かりやすいと思うんですが まあ、マンピンソーズ全部かかわらずチュンチャンパイ全部出てくるっていうパターンですねマンズピンズソーズ全部いらないとで後半に行くとようやく19字杯が出てくるマンズピンズソーズ関係なく全部出てくる後半に行くとようやく19字杯が出てくる まあ、少し19字杯が混ざっててもマンズピンズソーズの2から8がガンガン切れてる場合は黒紙系、まあ、こんな基本の形ですまあチートイはこんな形はチートイっていうものはないんですが、まあ、メンツを作るわけじゃないのでちょっとチートイの説明は難しいんですが メンツを作るわけでもなく真ん中に寄せるわけでもないのであんまりこういう形とこういう形がチートイツというのは難しいですただこれ以外にこれに全く当てはまらない何狙ってるか分かんない時にチートイというのは多少パターンが多いです 特にチートになると自敗の短期待ちとか自敗の短期待ちでリーチとかがありえるんで若干リーチ宣言牌がチュンチャン牌じゃなくて1九自敗特に自敗のリーチリーチ宣言牌が自敗になるパターンがやや多いと思われます。 ただチートイに関してはこういう捨て配の特徴ですというのが難しくて普通のピンフ系でも結果的にチートイツっていうのもあるので何とも言えないなのでまあよく分からんというカテゴリーに入れていますもちろんあの相手の手の中を断定決めつける完全に読むのは不可能なので一見ピンフ系に見えたけどちゃんたとか 一見国子っぽいく見えたけど、ピンフ系とか、そういうのも例外を考えるといくらでもまあ言えてしまうので、あくまでこれは基本的なパターンですね。ピンフ系の捨て配というのはこんな感じ、本一系の捨て配こんな感じ、国子の捨て配こんな感じという、まず基本の捨て配のパターンを、まず最初に、 説明したくてこの動画を作りました今回は面前の捨て牌の基本的なパターン3つピン付け変速手それ以外変速手はちゃんた系本位付け国子系があるという説明をしました。